ディムラス。いいのだよ、スター。我らは長く生きすぎた。そして18年の月日が流れた。大丈夫か？早くしろんで帰る。わかってる。立てるな。さ、行くぞ。うん。挟み撃ちかよ。にしてもなんでこんな奴らが町の近くに。帰ると一緒に戦うんだ。そんなのできっこないよ。危ない、帰る。いってわーい、勝った勝った、また勝った。何やってんだよ。もうそこでカイルがやられちゃ何にもならないだろ。英雄スターの息子なんだろ。もうちょっとしっかりしてくれよな、ったく。悪い悪い、なかなか父さんみたいにはいかなくてさ。でもさ、毎日毎日ごっこ遊びばっかじゃつまんないよな。そうだ、今日は本物の冒険に行ってみようぜ。それいい、あたし賛成。でも町の外にはモンスターがいるんだぞ。僕たちだけじゃ危ないよ。大丈夫、モンスターが出たら逃げりゃいいんだしさ。それにいざとなったらカイルが守ってくれるってな。そうだろ。ああ、未来の大英雄カイル・デュナミスに任せとけ。よし、これから町を出て冒険だ。みんな、俺から離れるんじゃないぞ。いいな。怖いよ、カイル。大丈夫だ。俺はどうなってもお前たちだけは必ず守ってみせる。カイル、絶対に守って。危ないところだったな、カイル。え、ロニ・デュナミス、ただいま参上ってな。ロニ。あ、ロニ兄ちゃんだ。おい、お前らもうちょっと隠れてろよ。カイル、話は後だ。まずはこいつらを何とかするぞ。ああ。次行こうか。ロニ兄ちゃん、帰ってくるなら言ってくれればいいのに。お前らを驚かそうと思ってな、内緒にしてたんだよ。だが逆に俺が驚かされる羽目になるとはな。まったくヒヤヒヤさせやがって。ロニ、よかった。おい、大丈夫か？帰る！帰る！気がついたか、帰る。安心しろ、スタに着いた。ガキどもは、ああ、それとさっきのことは口止めしておいた。
ルーティーさんに知れたら大変だからな。ごめんね、ロニー。久しぶりに会ったっていうのに迷惑ばっかりかけちゃって。迷惑？水臭いぜカエル。俺とお前の仲じゃねえか。それに俺がアタモニ診断に入ってから個人のことは任せっきりだったしな。